はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はサムネにもある通り、日本に少しね行くことになったので、ご連絡しようかなと思って動画を回しております。もうねこの動画がアップされている頃には空港に向かっている感じだと思うので、久々のね、日本を堪能したいなと思います。でなんで日本に今回ね行くことになったかっていうところなんですけども、まあプライベートでも仕事でも少し日本でねやることがあったので、なおかつ日本に行ける少しねタイミングができたので日本に行こうかなと思っています。期間はまあ1ヶ月ぐらいを予定しています。でまあこのチャンネル見ている方でも、まあ、4月にあるジョインツとか行かれる方もいると思うんですけども、まあ、自分もそのジョインツにはね、参加したいなと思ってますし、他にもね、面白そうなバイクイベントがあればどんどんね参加していこうかなと思っています。であとは、日本に置いてあるバイクですね、ファットボブ FXFBS、 あと2007年のストリートグライド FLHX、 1991年の FXR、 あと1967年のアリショベルですね、あと2023年のローライダー ST、まあ、こちらの5台もね乗っていきたいなと思いますし、ローライダー ST は、修理メンテナンスをずっとしていて、それが出来上がったっていうことなので、ハレーダビソンシティ中野店の方に取りに行ったりとか、時間があればバイクのねカスタムもしていこうかなと思ってる部分もあるので、まあ、その辺含めてまたね動画で撮っていければいいかなと思ってます。日本のねちょっと天気がどういう感じなのか分かんないんですけども、まあ、4月というとだいぶバイク日和、バイクシーズンに突入した時期だと思うので、またね、ツーリングしてその辺の動画もアップしていこうかなと思いますし、今はねロサンゼルスに住んでいるので、まあ、数ヶ月間の間でもね、日本のバイクシーンが少し変わっているかなと思うので、そういう部分もね、チェックできたらなと思っています。で基本的にあんまりアメリカで物を買わないので、あの日本のね方が自分は好きなものが多いので、日本でいろいろ買っていろいろ事務所とかに貯めてあるんで、まあ、その辺もねご紹介していければなと思います。結構いろいろ買ってますね。洋服もそうだし、アクセサリーとかもそうだし、まあ、あとねバイク用品も結構いくつかアメリカにいる時からオーダーして日本の方にね届けてあるので、その辺もねあのご紹介できたらなと思います。結構実用的なアイテムが多いので、あのこのチャンネル見てる方でもねいい情報がお届けできるかなと思います。であと、まあ、個人のブランドのフレンジの方ですね、フレンジの方も少しずつ動いていますので、まあ、その辺の進捗も逐次、まあ、このチャンネルだったりフレンジのチャンネルとかでご連絡できたらなと思います。まあ、ざっくり言うとそんな諸々のタスクが今東京にあるので、まあ、その辺をねあのしっかりやって、またねこちらロサンゼルスには戻ってくるんですけども、しばらく東京での生活もね楽しんでいこうかなと思っています。もしあのイベントとかそれ以外でもいいんですけども、皆さんねあの自分のこと見かけたら声かけていただければ非常に嬉しいなと思いますし、インスタのね DM とかでもよくねあのメッセージいただくこともあって非常に励みになっておりますので、ぜひねあの日本に行くタイミングでいろんな方にお会いできればいいなと思っています。まあ、強いて言えばちょっと花粉症が気になるなっていうぐらいで、まあ、自分花粉症なんですけども、ロサンゼルスはね杉がないので杉花粉が全然起こらないので非常に快適なんですけども、日本に戻ったらまずね耳鼻科に行って薬をもらいに行くとこから始まるのかなと思ったりもしています。あとは食べ物もこちらにないものがいくつかあって、特に家系ラーメンはロサンゼルスないので、家系ラーメンはねあの必ず何度か食べに行きたいなと思ってます。まあ美味しいラーメンたくさんあるんですけども、やっぱり家系の気分の時が自分は結構あるので、昔からね、馴染んでいる味なので家系も楽しみです。なので、まあ、ラーメンツーリングとかもねあのやっていこうかなと思いますので、そちらもねあの動画にしていければなと思います。そんな感じで、まあ、久々にね日本に行くよというご報告の動画となります。このチャンネルでは、自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと X、Instagram もやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。